なんで誰もおらんねん。しかもそんな時に限って今日から新入社員が来るらしいやないかい。お願いします、リア充だけは来ませんように。新入社員の矢吹っす、よろしくっす。リア充来た、よろしくっす。これがリア充挨拶。山本さん、俺何したらいいっすか。ああ、とりあえず社長が帰ってくるまで待っててください。しまった、リア充のパワーに押されて敬語使ってしもうたやないか。このままではいかん、舐められたらおしまいや。あの、矢吹くんってさ、趣味とかあるの。趣味っすか。ヒューマンビートボックスです。え、それってあのヒカキンとか。なんなんじゃこいつは。誰もやれ言うちょらんのに。これが悟り世代のリア充なんか。ほんでこいついつまでやっちょるんや。怖い、リア充が怖い、怖いよ。